エリンギチリソースということです。言い間違えてしまいそうなぐらいね、そうです、何かと何かが掛け合わさってる感じがしますね。僕も読むときに非常に緊張しましたエビンギですね、エビとエリンギが入っているということで、うん、これまたですね、味が良くて本当にね、ご飯に合いますので、ぜひ覚えていただきたい一品でございます、うん、ではこれを作っていくために必要な材料を見ていきましょう。こちらです。むきエビが10尾、エリンギ1パック、長ネギ2分の1本、料理酒が大さじ1、塩コショウ、こちらは下味用ですね、少々、はい、ごま油適量、サラダ油適量となっております、うん、そして調味料ですが、水、ケチャップが各大さじ4、砂糖、鶏ガラスープの素、豆板醤が各小さじ1、チューブニンニク、生姜、片栗粉が各小さじ2分の1となっております、はい、それでは早速作っていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあまずはですね、こちらエビなんですけれども、うん、こちら袋の中に入れてありますね、うん、こちらむきエビでございます、うん、この中に酒と塩コショウでちょっと下味をつけていきましょう。洗い物が少なくなるのがこのコーナーのいいところでもあります。はい、一番使ってる調理器がビニール袋かもしれませんねそうですね何でも使えますからね。そうなんですよね、また手も汚れないというのもいいですよね。そうですね、入れまして、こんな感じでしっかりと揉み込んでくださいね、うん、はい、下味をつけましょう。これでしっかり味にね、深みが出ますので、うん、しっかりと揉み込みます、はい、さあ揉みましたら続いてはこちらですね。こちらに長ネギがありますが、ご覧の通り、うん、コッパみじん切りにしていただきましてなかなか最初の3文字聞かないですけどね。あ、本当ですか。細かくやっておりますが、粗くても大丈夫ですよそうですね、はい、で横ですね、エリンギですが、はい、一口大に切っております。こんな感じですね、うん、結構大きいですね。そうなんです、うん、私一口大きいですって方は大きくもっと切っても大丈夫ですからね。調整していただいて、はい、食べやすいぐらい食感が残りますからね、うん、大きめに切ってください、はい、そうしましたらこちら調味料なんですけれども、うん、これすべて混ぜ合わせております、うん、入っているのがですね、水とケチャップが各大さじ4と、うん、水鶏ガラスープの素豆板醤が小さじ1、うん、チューブニンニク、生姜、片栗粉が小さじ2分の1入っております、はい、こんな感じでしっかりと混ぜておいてください、うん、そしたらフライパンの方に行きましょう、はい、こちら温めたフライパンに油を敷きまして、うん、こんな感じでですね、今炒めておりますエビとエリンギですね、うん、サイズ感も統一されてますね、なんかね。そうなんですよね、うん、このしっかりとした食べ応えを出すためにも分厚めに切るのがおすすめですね、はい、でこの炒めているんですけども、だんだんこうやってエビが明るくですね、ちょっと赤っぽく色が通ってきますので、うんうん、これぐらいまでしっかりと炒めておいてください、はい、さあエビに色がつきましたらですね、今度は先ほどの調味料入れていきましょう。出ました、もうこれでバッチリ決まるわけですね。これで決まります、いっちゃいます、どうぞ、どん、よいしょ、お、結構たっぷりだ。そうなんです、しっかり絡めて食べていただきたいですからね、うん、そして先ほど切りました長ネギも入ります、ズドーンあれ結構多いですね。そうなんです、うん、で後から入れることで食感も残りますしね、うん、こんな感じでございます、うん、で結構ですね、片栗粉も入ってますので、だんだんととろみがついてきますので、とろみが出るまでしっかりと煮詰めていってください、うん、なんかすぐにいい感じになってきましたね。そうなんですよ、うん、もう美味しいんですけれども、うん、最後1個ここにですね、うん、香りと味に深みを出すためにごま油ちょっと入れていきましょう、これをヒューンと高めの効果音で入れてくださいね。これは一応あった方がいいんですね。そうですね、低めの効果音だとテンションが下がらない、うん、上がらないので、うんうん、こんな感じでお料理は気持ちで、気持ちが大事です、うん、あ、いい香りもしてきました。あ、やっぱ最後に入れることによって香りが立つんですね。そうなんですよね、このひと手間が美味しくなってきます、うん、さあ回しかけましたら、とは器に盛っていただくと完成でございます。